俺はミスラエ、一瞬の暗殺劇、気がついたらアモンは死んでる。その時、暗闇から声がした。やっぱり来た。カウンターあると思ってたんだよ。そこに現れたのが、スナガの兄貴だった。今日の星占いは9位。家でおとなしくしましょうってのを無視してきたぜ、キドア。よくも工藤の兄貴をやりやがったな、このクソったれ。すまぬか、一人とは舐められたもんだ。俺のカウンターを読むとは栄冠してるけど、何の意味もない。お前を即座に殺せば俺の計画は何にも変わらへんからな。スナガの兄貴も木戸もかけがえのない人を失った。今すぐぶち殺してやるから、向こうで工藤の兄貴にもう一回殺されろ。笑わせんな。己の首かき切って、そのままアモーも地獄に送り届けたろ。なんとスナガの兄貴は立ち上がった。俺は死なねえんだよ。なぜなら本物のデビルマンだから。てめえに逃げ場はねえ。死んで当然地獄行きだ。なめられた仏、なめられた仏。さあ起動、この世に別れを告げる。俺の前でそんなんできるわけねえだ。力を貸してくれ。この罠か総一郎の前でおやっさんを弾くことなどできはしない。起動、工藤の兄貴の仇取らせてもらうぞ。